子電化の要請により、帝国政府は昨夜から戒厳令を発令。戒厳司令部が設立され、臨時代表としてルーファス総督が就任しました。また今朝の時点で帝都のみならず帝国全土の鉄道網も制限されています。なんだかんだ言っても
必要な時はちゃんと協力してくれたし、でも確かにどこか様子がおかしかったかもしれない。ハーメルの出身というのも驚きでしたが、ディータさん、お知り合いに別の出身者がいるんでしたよね。うん、まさか他にも生き延びてた人がいるなんて。できればリベールにいるその人にも連絡してあげたいんだけど。通信は使えなくされ、気候兵についても運用禁止か。こうなってくるとアルティナのことも心配だな。引き止めればよかったかも。リン君、まさかあいつがな。俺の責任です。タフでしたたかに見えてどこか不安定なところがあるのは知っていました。ハーメルの件が分かった時に見せた危うさについても。なのに他の大きすぎる問題ばかりに気を取られて。教官、失格でしょ。そいつは違うぜ、リーン。俺もちゃんとした教官をやるのはこれが初めてだし、まだ半人前だ。それはトワちゃんも同じ。数ヶ月で完璧にやれるなんざ、そもそも傲慢ってもんだろう。そうだよ、リン君。大切なのはこれからどうするかってことだと思う。アルティナちゃんだって頑張っているんでしょ。それは、先ほど緊急通信で臨時招集がかかりました。これから情報局本部に顔を。でも大丈夫なのか、こんなタイミングで。心配ご無用です。ミリアムさんやアランドール少佐も集まると思いますし、それよりもアッシュさんの方が心配です。それは確かに、あまりに突発的で裏があるとしか思えませんね。それにあの黒いモヤ、どう考えても何かあるよね。ああ、何らかの暗示か薬品などの力で操られた可能性もあると思います。魔術的な何かが使われた可能性もありえそうですし、ですからできる限り情報を手に入れてきます。同じ7組の仲間、放っておけません。ある、成長したな、君も。ええ、頼もしいくらいです。臨時招集されようが、君の身分はトールズの学院生だ。理不尽に行動を制限されそうになったら緊急回線で連絡してくれ。それこそバリマールの力を借りてでも迎えに行く。リーン教官、私たちもだよ。絶対。ああ、くれぐれもお気をつけて。では皆さんに無茶をさせないように頑張りますね。
鉄と血をあがなってでも正義は執行されなくてはならない。見事だ、シークロアームブラスト。親愛なる帝都市民の皆さん、そして全国民の方々、エレボニア帝国皇帝ユーゲントが着手。未だ陛下の重篤状態は続いています。無論最高の医療体制が敷かれていますが、容体は極めて危険とのこと。どうか皆さんも女神に祈っていただければと思います。ですが今回の件で再認識しました。現在の帝国が置かれている潜在的な危機を、今回の実行犯の背後にどのような国家が関わっていたのかを、そこで私は皇太子として、陛下の代理として、この件についての全権を委ねたいと考えています。ご存知、ギリアス・オズボーン宰相。そして今回事件の対応に協力してくれたルーファス総督に、戒厳司令部臨時代表ルーファス・アルバレアです。こたびの事件の全貌は調査中ですが、使用された凶器は判明しています。カルバード共和国、ベルヌ社製。検知器にもかからない極めて特殊なタイプです。そしてここ数日、100名近い共和国人が帝都に潜入していたことも判明しています。帝国政府代表ギリアス・オズボーンである。今は陛下のご回復を祈るしかないが、こたびの件誠に残機に耐えない。どうして食い止められなかったのか、己の不甲斐なさに打ち震えるばかりだ。だが諸君、果たしてこのままでいられようか。度重なる国境侵犯に武力侵攻、あろうことか
帝都に破壊工作員を大量に送り込んでの今それが意味することは明白である。数百年に及ぶ帝国の宿敵、東の脅威、カルバード共和国による宣戦布告であると。言うまでもなく、かの国は強大です。ハントは帝国に匹敵し、国力もほぼ同等、相当規模の軍事力も要しています。ならば我々は生き残るための決断をすべきでしょう。貴族も平民もなく、個人や団体の違いなく、この危機を乗り越えるため全国民の総力を結集することをお願いしたい。それを可能にする画期的な新法を近日中に成立させる予定だ。国家総動員法、それがその新法の名前である。Thank you.
ガイブス。リンさん、演習地ですか。昨日の件と今しがたの演説、今一度7組で話したい。改めて紹介したい面々もいる。こちらはカマール、主任もそれでいいか。いいでしょう。こちらとしても状況は知りたい。だがどうやって演習地から出る。そうだな、 A 支隊の連中が外出を許すとは思えないし。なんとかしてリン君が出られる口実を。まあなんとかなるでしょ。セリーヌ、確か旧7組だ。ほう、使い魔とやらだったか。ほら、とっとと支度しなさい。私が案内してあげるわ。案内？ええ、演習地の一角に古いカシの木があるでしょ。そこから霊脈を使った転移陣で外に出られるようにします。そんなことが便利すぎるだろう、魔法。私たちも連れて行ってください。言うな。こら、お前たちは。アッシュがああなった以上、僕たちも他人事ではありません。アルティナさんも気になりますし、ぜひ同行させていただけると。っていうか、これって完全に特務活動の範疇じゃないですか。わかった、7組総員、特務活動を再開する。やりそうだ。やれやれ、まあ手間は同じだからいいけど。リン君、みんなも気をつけて。危なそうだったら連絡しろよ。えい、行くならばせめて準備は万全にしていけ。女神の加護、くれぐれも気をつけるがいい。
んでください。Thank you.
せてください。
てください。失礼します。任せてください。失礼します。毎度。ほなまた。失礼します。
何が必要ですか？どうかお大事に。今後も期待させてもらおう。全てを出し切るがいい。行くぞ。
霧と風。俺の番だな。せっ。前。やるな。うん。行くぞ。はっ。行くぞ。せっ。前。構えろ。行くぞ。せっ。やれな。負けられない。はっ。やるな。はっ。へい。へい。俺の番だな。はっ。はっ。構え。行くぞ。はっ。へい。構え。行くぞ。構えろ。行くぞ。はっ。うん、俺の番だな。せっ。はっ。まい。はっ。うん、俺の番だな。はっ。見事だ。負けられない。みんなのためにも。7組の皆さん、よかった、ちゃんと抜けられて。セリーヌ、ご苦労様。お安いご用意を。それに、そうか。はい。
足手まといになるかもしれませんが。いや、心強い限りだ。君たちにとっても他人事じゃないでしょうしね。ミリアムはやっぱりいないのか。ああ、今朝方慌てて出かけて連絡もつかなくてな。まったく、どこで何をしているやら。確か通信でアルのことを心配してた風なんですよね。ああ、何かありそうだったか。そちらの方は一旦ミリアムに任せるしかないな。はい、心配だけど。きっと大丈夫だよ、ミリ。
してもあの空なんだか嫌な感じね。ええ、まるで何かの前触れのような。まあ霊脈もひどいありさまだし影響を受けているのかもね。風よ、我らに加護。先に進むわよ。危険度大、どうか気をつけて。強敵ね、上等じゃない。俺の番だな。私の番ね。はい。俺の番だな。はっ。任せてくれ。行きましょう。行くぞ。神道滅去。やったわね。この調子で励むがよい。Thank you.
発だ。でかいな。心してかかるぞ。月の銀曜、風の水曜、その総国をもって彼らの風向きを示せ。私たちは然るべき使命のために行動しています。第二分校の生徒がいるのはそのため。不自然なことは何もありません。憲兵隊全体で共有してください。Thank you.
車される方はお忘れ。大聖堂ですか。妙に人気がないな。一通り用事が済み次第尋ねるとしよう。
の空気って。完全に彼らの目論見通り、海戦まで猶予もないといったところか。もどかしいが、今はそっとしておくしかないな。Thank you.
ほう、面白い材料を持っているな。Thank you.
皆さんもお久しぶりです。どうぞ聖堂へ。すでにお二人ともお待ちです。やあ、お待ちしていましたよ。この時点をもって事態は風聖省へと移管しました。総大司教をはじめとする皆さんには外してもらった次第です。ロジーヌ君、お疲れ様でした。念のため玄関をお願いします。はい、副長。それではごゆっくり。紹介しよう。風聖省聖杯騎士団の副長を務めるトマス・ライサンダー卿だ。ドミニオン第2位、箱使いのあだ名を持っている。私からも紹介しましょう。聖杯騎士団を束ねる12名のドミニオンの一人、第8位の後を継いだガイウス・ウォーゼル卿です。ああ、いろいろあってな。トールズを卒業しノルドに戻った俺はしばらくの間帝国と共和国の戦況を注意深く見守った。だがそのうち高原を渡る風に何か黒いものが混じるのを感じたのだ。それを父や長老に相談するうちに俺の師バルクホルン神父が訪ねてきた。気づいているかもしれないが、内戦中俺たちを試した巡回神父だ。俺も知らなかったが、その正体は聖杯騎士団の第8位後天使士のあだ名を持つ方だった。27年前のノーザンブリアで潮の杭も調査し、かのウォレス准将も弟子として教えたほどの歴戦の騎士。どうやら彼は俺のことを気にかけてわざわざノルドに来てくれたらしい。彼によればどうやら俺は滅びの風と呼ばれる悪しき木が見えるようになったそうだ。かの獅子神皇帝と共に戦った血がそうさせたかどうかはわからないが、それを知った彼は何かに納得したようだった。そこに事件が起こった。第七機甲師団の防衛線を突破した共和国軍の船が集落を襲ったのだ。ちょうど父は不在で家族を助けるため俺は槍を投げて対抗しようとしたが、かな死を覚悟したその時、死の大きな体が飛び込んできた。そして俺は死に瀕した死から聖痕を受け取った。千年近い騎士団の歴史においてどの時代も存在したという12の文様。
そのうちの一つを。いないで出てきて。あんたが呼んだんでしょうが。なんじゃ、邪魔せぬよう控えておったというのに。そなたらにこの場に集まってもらったのは他でもない。魔女と教会の協力関係とその背景について教えるためじゃ。私たちも別に女神を信じていないわけではありません。スタンスの違いはありますが、過去何度も協力してきたそうです。例えば250年前の獅子戦役や200年前の吸血鬼事件、先日の暗黒竜の大元となった800年前の事件についてもな。と言っても全部このロゼがしゃしゃり出ただけだけど。伝承によると、ドライケルス陣営には聖女の他に良き魔女がいたそうです。そして赤い月のロゼにおいては、教会に所属するシスターにして吸血鬼の神祖として描かれていた。全て彼女ですよ。
まあ見た目は少々違いますが。およそ800歳といったところか。まあわらわだけが特別で、他の魔女たちは普通の人間じゃ。炎の至宝を受け継いだ一派の末裔であるという以外には。Thank you.
始めに二つの司法があった。高き力を秘めし炎の司法アークルージュ、強き力を秘めし大地の司法ロストゼウム、共に巨大な守護神の形をとり、人の子に奇跡と恩恵をもたらした。数百年の間エレボニアの地においてそれぞれ繁栄を謳歌していたが、ある時期から授かった人間同士が相争うようになってしまったのじゃ。二つの司法は人の望みを聞き届けて、ついに直接ぶつかり合うこととなった。もたらされたのは大災厄。大地が震え、天が引き裂かれるほどの天変地異だったそうじゃ。人間たちが後悔してももはや止まらず、千日に及ぶ戦いは地上を暗黒の焦土と化し、最後に司法同士の争いは終焉を迎えた。ただし相打ちという形で、力尽きた司法の抜け殻はそれぞれ遠くへ飛ばされ、暗黒の大地にようやく静寂と光が戻ったのじゃ。話はそれで終わりではなかった。二つの司法の力が最後の激突で融合。全く新たな存在がこの世に生まれてしまったのです。それこそが大いなる一と呼ばれる鋼。炎と大地が錬成されることで誕生してしまった超越的な存在でした。すぐに暴走はしなかったものの、内部で無限の自己総国を永劫に繰り返す究極にして不安定な力の源。生き延びた人々は悟ったそうです。
これは人の手に負えるものではないと。それぞれの聖獣の力も借り、炎と大地の眷属たちは協力して大いなる一を封じることにした。試みはことごとく失敗し、最後に試されたのがある方法じゃった。上位次元において大いなる一としての本質を保ったまま、現実世界では複数の個として存在する。仕組みで最悪を御そうとしたのじゃ。結論から言うと、試みは成功し、大地の眷属が七つの器を用意し、炎の眷属が力を分割して宿すことで彼らは作り出されました。すなわち七体の騎士人形デウス・エクセリオンを。900年前の帝都ヘイムダル、当時わずか5万人の小都市でしたが、文明復興の重要な拠点の一つでした。七王教会の聖堂も築かれ、
さらなる発展を遂げようとしたその時、突如として暗黒竜が出現することで帝都は正気に包まれ首都と化しました。時の皇帝アストリウスは民を率いて南に落ち延び、セントアークの地に仮の都を築くことになります。その災厄による混乱の中、脱出を助けるため魔女と知性たちは互いに深刻な痛手を受けた。魔女は先代の王様が命を落とし、知性はこの時聖獣を失ったのじゃ。こうして両者の交流は完全に断たれ、最後に接触があったのは100年後。赤の鬼神を起動したヘクトル帝が暗黒竜を倒して帝都を取り戻した時じゃった。促したのは知性の長で、導いたのは新たな魔女の長、すなわちわらわであった。しかし暗黒竜の正気で皇帝は命を落とし、赤は呪われた鬼神となり、世継ぎの王子の立ち会いのもと、最後にわらわと知性の王座によって王城地下に封印されることになった。しかしそれが最後じゃった。いかなる理由か、知性たちは我らに決別を宣言して、それから800年か、帝国で戦が起きるたびに鬼神は姿を現し、超越的な力を振るっては姿を消していった。知性たちの関与は間違いなかったが、我らに阻止する術はなく、起動それが極まったのは250年前の獅子戦役じゃ。義弟オルトロスが蘇らせた赤に、ルキウス王子の傭兵が起動した紫、そしてドライキルス王子の灰、聖女リアンヌが隠し持っていた銀、4体の鬼神が出現した大戦だったのじゃ。
Thank you.
により古の血が流されし時、黒き聖杯への道が開かれん。汚れし聖獣が終末の剣に貫かれ、その血が聖杯を満たす時、大いなる黄昏は始まらん。どうしたんだ？ほう、何か気づいたのね。今は少しでも手がかりが欲しい状況です。何でもいい、どうか話してみてくれ。そうですね、根源たる虚無、オリジネーターゼロ、すなわち OZ なのでは。な、黒の攻防がミリアムやアルティナさんにつけていた形式番号か。OZ？ なんですかそれ。やっとたどり着いたわね。この声、姉さん、ようやく現れたか、宝刀娘が。
クロチルダさんか。独自に動いているのは聞いていたが久しぶりね、ババ様、エマにセリーヌ、7組のみんなも、それとライサンダー卿、仲立ちしてくれて助かったわ。いや、家族がすれ違ったままなのも悲しいですからね。姉さん、どうして、やっぱり戻ってくるつもりじゃないのよね。ええ、前にも言ったように私の忠誠は名手に捧げている。その意味ではあなたやババ様みたいに魔女としてのみは振る舞えない。鋼の聖女、あの人がそうであるようにね。だから何なのよ、その名手ってのは。どんな人物かは知らぬが、大した入れ込みようじゃな。ならばビータ、主がこの場に現れた理由。ようやく結社がどう動くか決まったというところか。使った3つの実験結果を受けて、私以外の使徒6名が全員一致で決定したそうよ。私が戒めてきた禁忌を破り、宰相と知性の大いなる黄昏に協力して、終焉の中で減塩計画を完遂することを。それって、そういうことか。先月から結社が姿を消したのは、帝国から撤退したからじゃなかった。自分たちの計画を何としても進めるために、敵対者と裏切り者に恭順することを検討していたわけですか。バカな。もしそうだとするなら、全てが敵に回った。これは大聖堂の鐘ではありませんね。あれ、これってクロスベルの鐘？そうなのか。はい、独立国の時にも異変が起きる前に聞こえて。あ、博物館に置かれてた星見の塔の大金。博物館の方角ではないぞ。減塩計画とはよく言ったものね。どこまであの方はこれを予見していたのかしら。ねえ、何を浸っておる。知っているのならとっとと見せい。グリアノス向きだと厳しいから、ババ様も手伝ってちょうだい。エマ、セリーヌもね。はい。こき使ってくれるわね。
では大いなる黄昏の開始と幻影計画の再開を祝してナンバーゼロ道化師が始めさせてもらうよ。大したもんだな。へえ。終わりの始まりですか。デジャブか。黒き聖杯、司書の記述通りか。大いなる力を永劫のものとする最上。まさかこんなことになっちまうとはな。では始めるとしよう。案内するがいい。性能差にして工房の主、黒のアルベリヒよ。かしこまりました。偉大なる主よ。コートの人ってやっぱり火炎魔神に道化師、あれが聖女か。
姉さん、話したばかりで、それに。ルーグマンとか言ったっけ？髪の色は違うけど。フランツ・ルーグマン、ジン・シュミットの一番弟子にして RF グループ現会長の亡き夫。スラインフォルトの救世ね。なるほど、20年前から動き始めていたというわけか。ええ、おそらくは最小と協力し、この状況を作り出すために。アリサさん、ほうけている暇はないわ。黄昏がどんなものだろうと、遊撃士として放置はできない。君たちはどうなの？ああ、こんなところで立ち止まってはいられない。まさにここで動くために7組は集まったのかもしれない。うん、そうだね。アリサ、行こう。ミータ、ヌシはどうするつもりじゃ？異種返しという意味で付き合いたいのは山々だけど、多分簡単にはいかないでしょうね。なんじゃと。この気配は霊力の乱れ。まさか。副長、ガイウスさん、幻獣山公兵が多数出現しました。